カズヤと付き合って4年が過ぎていた。私は派遣法で同じ職場に3年以上、働くことができない。今私は渋谷のデパートで働いている。カズヤにしてみれば、私がライバルのデパートで働くことは、いろいろな情報を仕入れることができる。カズヤは食品チーフからエリアマネージャーに昇進していた。 帰宅時間も以前よりも遅くなることも多い。デートの回数も少し減る。私は職場で友達と呼べる人間は少ない。だが、カズヤと一緒に働いていたデパートで一人の女性社員と年齢も近く、個人的に食事をする親しい関係だ。その女性社員のユキコは私とカズヤが付き合っていることを知らない。私は ゆき子の恋愛話を一方的に聞いていることが多い。私もゆき子に自分自身の現状を伝えた方が良いと何度となく思ったが、伸ばし伸ばしで今もまだゆき子にカズヤとのことを伝えていない。この日、ゆき子からの誘いもあり、久しぶりに新宿で飲むことにした。ゆき子はとても面倒見が良く、ハキハキとした女性である。 キャリアウーマンという言葉が似合う女性だ。会話で誰かいい人がいないの好きな人くらいいるでしょと、ユキコが聞いてきた。これは良いきっかけだと思い、私は落合さんと名前を出してみた。すると、ユキコは、えまさか落合が好きなの嘘でしょうやめなさいよ。あいつはダメよ。と、迷路を潜めて言った。私は慌てて、 いや、その好きというかと言葉に詰まっていると、ゆき子は、間髪入れずに言った。落合は、若い女が大好きだからね、そもそも、女癖、悪いよ、あいつは。私は、本当のことを、言いそびれてしまった。それ以上に、落合の女癖が悪いということと、若い女が好きという言葉が引っかかる。私と付き合っている期間、少なくても、 浮気をしているように見えない。それに、若い女が好きなら、私と付き合うわけがない。だから、ゆき子の話も、まだ余裕で聞いていられる。私は、わざと、落合さん、女癖悪いかな誠実そうに見えるけど、若い子が好きなようにも見えないし、余裕のある私は、まだ笑いながら、釜をかけるように聞き返した。 ゆきこは、待っていましたとばかりに、落ち合いの過去を話し始めた。くるみは、知らないと思うけど、落ち合、入社したての頃、すぐに18歳のアルバイトの子を誘って、付き合ってたから。しかも、その後も、19歳だよ、付き合う割にさ、長続きしないの。彼女いるって、噂だったけどね。だから、当時の落ち合いを知る、私たちからすれば、 落合は、女癖が悪いことは、有名な話。私は、え、そうなのそんな風に見えないけど、少し、テンション低く返した。ゆきこは、私とは逆で、テンション高くはなしを続けた。誠実なふりするのが、うまいのよ。それが、エリアマネージャーだよ。どうやって、上司に気に入られたのか、やっぱり、うまいのかもね。誠実ぶるの。 確かに、かずの誘いは、隙がなく、とても段取りが良い。そして、初めて体を重ねたときも、女慣れしているように、私の下着を抵抗なく脱がした。だけど、若い子が好きとは思えない。それは、私が若くないからだ。ゆき子は、考え込んでいる私を気にせずに、話を続けた。そうだ、落合の、昔付き合っていた女。 移動で、来たのよ、コスメフロアのチーフしている。私は、言葉を失った。ユキコは、ま、落ち合いの話は、どうでもいいわよ、私、あいつ、いけすかない、苦手だわ。散々暴露したげくユキコは、別の話を始めたが、私のテンションは下がり続けた。結局、昔と同じだ。過去に大好きだった彼も、関係を持ち、 心が通じ合った途端に他の女が出てきた。それも年下の女だ。結局私の恋愛は幸せを感じ始めていると女がしゃしゃり出てくる。それでも好きになった男のことを簡単に忘れることも憎むこともできない。たくさんの思い出を私にくれたから。その一つ一つがたまらなく幸せだからだ。 夢を見させてくれたから嫌いになれないし憎むこともできない。私はいつからいじけることに慣れてしまったのだろう。それは過去に好きになった男がきっかけだ。だから嫌われないように私は言いたいことも我慢していた。それでも男は私を裏切る。結局若い女が好きなんだ。結局 カズヤも私を裏切る。優しい笑顔を何度も見せて、たくさんプレゼントもくれて、一緒に旅行したり、ドライブしたり、抱き合っても。結局、若い女を選ぶ。誰も、好きで年齢なんて重ねていない。私は、ユキコと別れて、自分の狭い部屋で、泣いた。なぜだろう、その現場を見たわけじゃない、証拠が出たわけじゃない。でも、 涙が溢れてくる。一人の夜は涙が出てくる。私、バカみたいだ。多忙なカズヤは相変わらず忙しそうだ。私とカズヤが付き合い始めた12月が再び訪れていた。カズヤは豆だ。毎日ラインをくれる。もちろん、私からすることもある。ユキコからカズヤの過去や現状を聞いても私は なんとなく信じられなかった。いや、私は信じたくなかったのかもしれない。私は、和也にラインをせずに、和也が仕事が終わる時間を見分からうように。従業員通用口に近い、路地で、和也が出てくるのを待っていた。最近、忙しい日が続き、和也と実際に会うことは、2週間ぶりだ。夜、10時半。 カズヤの姿が見えた。私はカズヤに声をかけようとした。カズヤが出てすぐ小走りで走るようにカズヤの腕をなれなれしいまでに絡んできた女。それはユキコだった。ユキコはカズヤの腕を引っ張るように絡みカズヤに一生懸命話しかけている。私はただ唖然としてカズヤとユキコを見つめて立ち尽くしていた。 カズヤは、私を見つけた。そして、クルミと、驚いたように、私の名前を読んだ。カズヤの腕に絡んでいるユキコも、私に目を向けると、驚くどころか、冷たい視線を返した。その瞬間、時が止まっていたような感覚になった。私は、何も言わず、背を向けて、小走りで二人からは慣れた。まさか、信用していたユキコが、 カズヤと腕を絡ませているなど予想もしなかった。何よりもユキコはとても挑戦的でエビまで見せていた。それはまるで何しに来たのよ邪魔者と言わんばかりに。私は路地裏の公園にたどり着いた。涙が溢れてくる。カズヤは私を追うようにユキコを振りほどき少し息を切らして走ってきた。 カズヤは、ちょっと、待ってよ、とつぶやき、私の手をつかんだ。私は、手を振りほどき、もう、ほっといて、一人にして、と。冷たくカズヤの顔も見ないまま告げた。カズヤは、強い力で、私を無理やり振り向かせた。なんだよ、お前、誤解しているよ、俺、あいつと何も関係ないし。あいつが絡んで、来ただけどのことだろう 俺のこと信じられないの信じられないよ、若い子が好きなんでしょ散々、女と付き合っていたんでしょ信じられるわけないじゃんなぜ、私と付き合っているのなんで、私なんかに声をかけたのよ。和也は、私を、勢いよく抱き寄せた。好きになるのに、理由が必要か。理由なんてないだろうお前、 ゆきこに何言われたの長く付き合ってきて、俺の言うことよりも、幸子の言葉を信じるのかよ俺、ゆきこに、くるみと付き合っていること、少し前に言ったよ。お前とゆきこが仲良く、飯行ったりしているの知っているから。そこから、あいつ、やたら、相談があるとか、飲みに誘ってきたんだ。俺、あいつと一度だって飲みに行ったことないから。 背の高いカズヤに強く抱き寄せられて。私はカズヤの無なもとに顔をうずめた。ごめんなさい。私は一言カズヤに謝った。カズヤは思っていることを言葉にしないとダメだよ。そうしないとお互いすれ違ってしまう。過去の辛い思い出なんて忘れろよ。思い出は作っていくものだろう。 俺は、くるみを裏切ったりしない、絶対に。だから、信じろ。私は、背の高いカズヤを見上げると。カズヤは、私の頬を優しく触り、キスをした。それは、息ができないほどの、苦しく、甘い、キスだ。カズヤは、やっぱり黒ひょうだ。勇敢で、かっこいい、サバンナという都会で生きている。私は、やっぱり、ウサギだ。 黒表に見つめられたウサギは何もできない。その鋭い視線で最後まで私を離さないで。